今見たら東京キュウレースも終わってんねんけど、東京キュウレース終わってんねんけど、俺4通りしか買ってないのにほぼ当たりやろ。これ全部丸ついてるぞ。3番だけがなんか、なんでか知らんけど2番買うてんねんけど、なんで3番じゃないの。これ2番やったら、3番やったら何ぼついてたん。これ3連3連服何ぼついてたん。これ3連服1400円、3番人気まあ、ええわ。もうどうせ今日ハズレやろ。もう競馬見えひんでも。実質当たりで結果ハズレ。そればっかりやな。そればっかりやな。今日、あと残ってのウィン5と京都11レースの3連服のこの3口、これしかないから。これしかもう300円しかかけてないから。100円3つ買うただけやから。これ終わりやから。これで終わりやから。いや、おもろいわ。ほんまにおもろい。じゃあね、みんなも暇やったら、単発バイト行ってごらん。30万から4万、どういうこと ?30 万から4万って何？結局30万買ってないんでしょ？また詐欺ですか？また30万馬券買う詐欺ですか？ちょっと今どうなってんの？今どうなってんの？うるせなかったんだよとか言うてんの？まだ枠はやってるやん。4万下ろした？あ、そういうことね。キャッシングはできへんかったけど、4万自分の金。4万、ちょ、でも、ちょっとぐらいお金置いてた分もあるでしょ？そういうとこわざとらしいよな。全部見せる。ちゃんと全部配信、まだ、結局、めちゃめちゃ台本ではないけど、ね。ある意味台本なのよ、みんな。ね、30万下ろしに行くぞ。下ろせないんだけど。なんだよ、もう。もう見てなくてもわかるでしょ、そんな。4万円下ろして。で、まだ今、弁天町の駅におる。8万入ってる。じゃあ、それも合わせて買えばいいじゃん。8万と4万で12万。それとも、4万を入れて8万。まあまあ、最低8万は買えるってことでしょ。あ、めっちゃ金見せてるやん。早くマジでやった。あんなもん全部ネタに決まってるやん、知らんけど。あんな。だってわざと配信中に聞こえてないふりして、ポロッと言って、あ、聞こえたとか言うような、ね、そんなわざとらしいやつがね、わざとに決まってるやん。30万買うって言って人集めるだけ集めて、3万でした、みたいな。ちょっと申し訳程度で5万足しときました、合計8万です、みたいな。そうでしょ、うん、誰かと一緒やな。誰かと一緒やな。何でもかんでも人のせい。配信者ってみんなせいやな。何でもかんでも人のせいやな。閲覧なかったらお前らのせい。アイテムなかったらお前らのせい。まあ、ええかげんせえよ、マジで。配信者。誰のことわからん。わからん。誰のことかわからん。いや、みんなそうやから、誰のことと言われたら、大体当てはまるから、誰のことか分からへん。それ、大手でも、過疎でも、みんなそうや。みんなそう、同じこと言うて。うん、ちょっと、アイテム取るから、あんたのせいや。俺もそういう抵抗。閲覧少ないの、お前らのせいや。アイテム取れへんの、お前らのせいや。俺が日雇いせなかの、お前らのせいや。ええの楽で。それ言うとくだけでいいんやろ。言うとくだけで生活できないけどな。ほら、こっちそら、それをね、あれよ、本気でやってんのよ、こっちは。お前らみたいなね、忍者忍者が、ペペーって言って、よちち見せて、えーとか言ってるだけでね、人から恵んでもらった金で生活してるのとは大違いなの。こっちはマジでやってんだよ。こっちそらマジでやってんだよ。配信実績見る？俺の。ね。配信実績って見る？ちょっと今画面見せれないから、これパソコンで配信してるから画面は見せれないから、口頭で読むけどね。
配信してる人、配信実績っていうのを見れるんだけどね、累計配信時間3099時間33分。もう3100時間も配信してね、累計獲得8ポイント、42303ポイント。42000ポイントよ。3100時間やって42000ポイントね。42000ポイント割る3100。ね。42000ポイントをね、3100時間で割ったら時給ね、13円やぞ、お前。なあ、お前ら。時給13円54銭のために、こっちはね、人生かけてね、人さ、お前にこんなもんさらしやってんだよ。もうバカだろ。やめた方がいいわ。もう配信なんてやめちまえ、マジで。ありがとう。配信に命かけてない。配信に無駄金かけたけど、命はかけてない。何にはかけてない。あの、暇つぶし。だって今も何の感情もなくただ単にボタンを押して枠開けちゃったぐらいだ。え？適当に枠開けて適当に枠開けてって言ってるだけでね、あのちょちょちょって来た人ちょっと相手しといて、これを YouTube に上げてね、あのちょっと拡散しとけばね、その YouTube がね、わからんよ、わからんけど、今すでに一つの動画でね、1本2本1円2円稼いでくれる、それが3000本以上あんねんから、え、まあ、一月でアドセンスから週、ね、振り込みがあるぐらい一月ね、アドセンスから振り込みがあるぐらいは YouTube がお金くれるから、だからやってるけど、こんなもん金にもならんかったアホやで、これ。たださ、自分でさらして恥さらして金ももらわれんかったら頭おかしいやつやろ、ただ湧いてるやつやろ、こんなもん。お金もないからやってんのかな。せやなせやな。でもなんかもう、なんかもっとこう、あのツイッターのやつとか、まあ、ツイッターフォローが満帆やから申し込まれへんけど、あのまた検証申し込もう、検証生活しようぜ、検証生活。そうそう、野田総理がキャスで40万円しか稼げないのよ。っていうか、40万円もう稼いでるけど、それ金バイト機能争ってたやろ。俺40万も稼いでんですよ。何が40万だよ。俺なんて、あの、何、もう今年すでに1000万超えてんだよ、4ヶ月で。それぐらい若い者に夢を見せてやれよって、若い者だけじゃなくて、おっちゃんにも夢見せて。おっさんにも夢見せてくれよ。ねえ。若手はなくてね、一番多いこのね、1970年代生まれのおっさんらでも、今からでもね、ちょっと枠開けて喋ってたらお金稼げるんですよ。ね。お金稼げるんですよっていうのを宣伝した方が、ふわっちの運営さん、配信者増えると思いませんか？だからもうそんなね、あの、若手ばっかり育てること考えんと、ね、若い子は減っていってんねん。分かってる？あのね、君らね、マーケティング下手くそやで、マジで。ね、あの、ふわっちの運営さんも込みで、マーケティングが下手くそすぎる。何が下手くそかというとね、あの、アイラをパクる？どういうこと？顔出しすんなってこと？あの、例えば今、日本の人口ってね、まあ、ここが20代。40代、ね、60代とすると、ね、一番多い年齢層、どこか知ってる？ねえ、運営さん。ね、一番多い年齢、ここよ、ここが一番多いのよ、今。第二次ベビーブーム世代、ね、次が、ね、団塊世代、ね、ここ、こんだけしかいないのに、ね、君たち一生懸命ここの少ないところ狙ってる、バカでしょ、お前ら。君たちバカなの。運営って頭、あ、おかしいの、お前らね。マーケティングするなら一番狙っていかなあかんと、ここに決まってんやんな、もん。一番多いねんから。ね、次ここよ。ここなんて少ないんだよ。こんなとこ狙っていって何が楽しいの？え、潰したいの？え、ここだけをお客さんにして、ここだけで儲かると思ってんの？だから、でかくならねえんだよ、お前らは。バカじゃねえの。だから、ね、この辺のね、あの、おっさん世代、シニア世代にね、儲かります。年金もらいながらちょっと老後の個人年金作りまへんかぐらいのね、YouTuber ってこんなんですよ。こんな簡単にできてこうなりますよってやった方が、絶対乗っかってくるよ、ジジイどもの方が。ジジイババアどもの方が。いや、可能性が低いにしても人数がおるから。ってことは結果、ね、それをやる人数はこっちの方が多いんだから。20代とか、こんな若いの少ない、減ってる、少子化言うてんねやろ。少子化より何でこっちになっていくの？頭おかしいのか、お前らは。
ここ相手、だからあるいは日本の商売人が今ね、に日本、この国内で商売するのにね、日本人ばかりに相手してるから儲からないんですよ。今日本で商売するのはどこ、何人相手にするかって、当たり前のように中国人相手にするにしたら方が一番儲かるに決まってんじゃん。中国人一番多いねんか、世界でも。ネットの世界でもリアル世界でも中国人が絶対に多いねんから、ここ相手にしやん限り商売なんか成り立てへんのに、ね、昔ながらの考えで、いや、日本人がどうのこうの。もうそんなこと言ってるからお前ら商売成り立てへんねん。アホちゃう、お前。アホやろ、お前。アホやろって疑ったかんの。お前、アホやな。だから、俺ちゃんの YouTube チャンネルもこれからね、もう中国人向けに作っていきます。中国語の宣伝を入れます。だから自分では中国語喋られへんから、翻訳してもらうようにして、中国語でね、これからもいろんな動画上げていきます。頑張っていきます。チャンネル登録お願いしますっていう中国語でね、コメント入れときゃね、中国人が、お、日本人の面白いおっさんをな、言うて。日本人の面白いおっさん、チャンネル登録するあるよ、言うて。日本なんか1億人しかおれへん。ね。何十億も中国人にね、チャンネル登録してもらった方がええに決まってんねんだもん。地球の人口限られてんねんから。地球の人口が3兆人おれへんねんから、ね。中国でベンツにクレーム出てた。クレーマーも多いかもな。あいつらすごいからな。もうこっちの観光地へ来てももう我が物顔で好きなように、もう日本のルール無視してやりよるから。それぐらいずかずかいかんとあかんやん。だからずかずかいかんと。特にネットの世界なんてね。例えばよ、このふわっちのこの配信でさえもうね、日本人にしか見られない設定なんかできないんだから、下手したら中国人見てるかもしれんでしょ。ね、君たちのような朝鮮人も、ね、見てるかもしれないでしょ。ね、ね、そういうことですよ。だから中国人見てるかもしれないから、中国人相手にした方が絶対いいに決まってるんだもん。日本人相手にする。日本人なんかね、数少ないし、金持ちも少ないし、ね、貧乏人だらけやし、ね、根性腐ったやつばっかりやし、ね、生ポが多いし、ね、頭おかしいやつしかおれへんねんから、日本人なんて相手にしてるの、こんなもんしたってのはもう無駄。マジで。同級生と同じ年。今何してんの、あのおっちゃん。もう全然、あのおっちゃんの枠も見る気にもせえへんねんけど。じゃあ、アイテムが飛びすぎやねん、年は。ちょい、なんであのあんな配信であの人にアイテムが飛ぶの、なんなの、マジで。アラブとかネット配信です。ああ、そんなんもあるかもしれない。だから中国も宗教ってきっとあれだよ。だからそれを、ね、ネットでやって、だからお経をあげたりとかもそんなんもありやろうし、だから中国人が好むね、そう、中国人向けの配信をしやなあかん。50万預けたら、なんかすぐ。なってないわ、絶対。言うてあげは、絶対って言うてもいいけど、絶対なってないわ。なってんねやったら、インフレになってるしかあり、考えられへんや。3ヶ月後に、ね、例えばよ、じゃあ、1万円が10万円になる、まあ、100万円が1000万円になる、ね、50万円が500万円になる、ね、3ヶ月後に、うん。そんな超絶ハイパーインフレが起こったら、日本経済破綻するわ。うん、じゃなくて、その投資だけがね、50万円が500万円になりますよ。もし、それが 100% 絶対確実だったらみんなそこに行くやん。ね、でも、全員行かないでしょ。全員が行かない時点でお察しでしょ。もうほんまそういうなんかこう、うさんくさいというか絶対ないことを言うの好きよね、あのおっちゃん。なんなの、あのおっちゃん。病気あれ。あれ病気なん。病気やろな。だって、この年になって仕事もしやんと、ね。もう丸2年近く毎日配信してんじゃない、あのおっさん。最初の頃はなんかもう訳のわからんやつやったけど、もうずーっと毎日配信しててね、人からもらったアイテムだけで生活してね、嫁子供ほったらかしにして、すごくない？ちょっと俺も、ちょっとアイテムちょうだい。アイテムちょうだい。アイテムください。アイテムください。いわく、俺は偉いんやって言ってるからね。いや、だからまあまあ、一説によるとどっかの社長さんなんじゃないっていう説もあるけどね。だほんまの社長さんで投資家だから、その会社は別にその、名ばかり社長っていうか、創業社長だからいなくても、その会社はもう勝手に成り立ってて、そこの、なんていうの、配当金だけで飯食うてんじゃない。その配当金がアイテムとして飛んでんじゃないぐらいの説で。金持ちアピールしてもアイテム飛ばへんし、貧乏アピールしても金飛べへんかった。もう金飛べへんやん、こんなアイテムなんか絶対飛べへんやん、こんなん。
なんなんよ、一体。じゃあ、どうしたらいいの？キチガイ、キチガイしか飛べへんやん。別にキチガイしたいと思えへんし。っていうか、競馬まだ。京都11レースはまだですか？もうこれしか残ってないんですけど、京都11レース、これしかも残ってないんですけど。もうこれ外れたら今日終わりなんだけど。入金まだですか、入金。団長とコラボ。いや、だから君たち見てなかったかもしれないけど、ドレさんに、テマちゃんとドレさんにとつった時にいたのが団長なのよ。そこにユイガが現れたのよ。だからあの時俺配信してたらすっげえ神回なのよね。めちゃめちゃ神回なんだけど。だって、目の前にドレさんがいて、ね、そこにテマちゃんと飲み歩いてて、ふらーって言って、なんかおるらしいで、な、見に行こうかって言ったら、うわ、おったってなってもて、え、さっきコメントくれた人っていうか、あ、そうっすみたいな、まあ、適当に喋ってて、ほな、横をふらふらーと団長がうろついてて、で、ちょっと喋ってたら、最終、ユイガが現れたっていう、すげえ神回やってんけど、今思えば。なんだあれ、あの時、俺大体神回の時配信してないよな。大体神回の時って俺配信してないよな。だから仕方がなく、ドレさんの枠の配信履歴を見てもらうしかないね、俺は。もう残ってないやろ、2年ぐらい前の話。知らんけど。え ?12 レースで取り替え。だからお金もうないって、ちょ、振り込んでよ。振り込んで。お金ないね、振り込んで。お金ないんです、振り込んで。お金ない。お金ない、振り込んで。お金がない。お金が。振り込んでよ。最終です。今からリソナ銀行を走れば間に合う。え、リソナパッド口座の入金って今日ってできんの？なんか前、昔できひんかったような気がするんだけど。まあ、とりあえずね、明日と明後日の仕事が決まってよかった。予算に乗る。絶対乗らないわ。準備レースの男予算。いや、乗るも乗らない。だからお金がないから。パッド口座にお金がないから。それだったら、リソナか、ジャパンネット銀行に、お金送ってもらって、それを、おろして、ピエロ行く。え、ページでできるよ。ページでできるけど、いつもリソナでしかやったことないねんけど、だから、ページ入金しようとしたら、ウィンズ近い。ウィンズは遠いです。こっから何番のウィンズ行こう思って多分1時間ぐらいかかる。車の方が早いから。車の方が早いから。車ないねんけど。車どこ、え、俺のレクサスどこ行ったん俺のレクサスどこ行ったん、しかも入金もされてないねんけど、まだ。俺のレクサスどこ行ったん、ちょ、リソナ銀行まだ入金されてないよな。こいつふざけやがって。いいねんけど。ほら、りそな銀行の残高ね、1万円を、iPhone から1万円出金して、残高増えて、iPhone から1万円出金して、その1万円を出したら、手数料216円引かれて、残高470円しかないんだけど。りそな銀行。リソナ銀行、ちょっとリソナ銀行振り込んで。リソナか JNB だったら、そのページできる？ページできる？リソナか JNB。あ、三井住友もあるよ。三井住友にする？三井住友、屋号入りの方でいい？あっちのバン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 金下ろしてたやつあれやんか。バン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 下ろしてた三井住友銀行。あそこの残高ももう1142円しかないんだけど。1142円しかないんだけど。
この頃が懐かしくない？ちょっとあのこっち見せない。この頃が懐かしくない？あ、消えてもらう。ピエロ行く？それともページ入金してくれる？え、みんながページ、え、あの、JRA の口座を教えたら君たちがページ入金できんの？それはできへんの？一回入金してもらったやつを自分でページ入金するしかできへんの？自分の口座からしかページ入金できへんの？人の口座からネットバンキングでページ入金できへんの？俺の JRA 口座教えたらいいの？違う、君たちのネットバンキングの、口座番号とパスワードを教えてもらったらいいの？違う。間違ってる。どういうこと？とりあえずお金ないねん。ダノン外そう。いや、外すもだ何も、だからもうないんだけど、お金が。お金がないんですけど。もう本当にお金がビタ一文ございません。全く買えません。残高ゼロです。え、正式な残高いくらなんよ、パッド口座。57円。パッド口座の残金57円だから、俺。何も買えないわ、57円じゃ。人の金でリスクを取る。そうそう、人の金でね。そう、人の金でリスク取らんと、その自分の金でやったらアホやろ。ダノンプレミアム12万。しかも副賞。神会。そんなんでいいの？そんなんでもしかして閲覧上がってんの？そんなんでもしかして閲覧500とかなってんの？俺が100万の馬券買った時は閲覧800しか行けへんかったのに、え、8万、え、ちゃう、いくらって言ったっけ？ 12 万、12万で、12万円で閲覧500買えるの？ほな、もう、あの、100万用意する必要ないやん。ね。20万、10万円、20万円ぐらいで、えぇ、ー、国に復讐決定。副賞言ってんだろ、お前。何それ。え、な、何のために買ったん？バカなの？え、どういうこと？ハイリスクノーリターン。12万円の馬券買うたのに、当たっても12万円しか返ってこないの？え、マジで言うてる。ちょっと待って。ちょっと待って。それは面白すぎんねんけど。これそれ京都11レース、京都11レース、え、何番つった？あれ京都じゃないの？え、東京11レース、もしかして。俺12レース見たわ。単勝 1.2 倍って。アホやん。あ、もう始まってる、このレース、もしかして。これ、ダノンプレミアム。6番。しかも機種変わったやし。機種変わったやん。4着、おもろいな。馬券は見た？ 12 万の馬券は見た？それ。ねえ。ちょっと涙。あ、頼む。くんねやろな。見た？あ、そう。まあ、くんねやろな、残念ながら。残念ながら副賞は取れるけど、全く儲からない。全く儲からない馬券っていう。あ、一着やん。なんで単勝買えへんの、こいつ。683確定やん。683確定やん、これ。ああ、3じゃなかった。3着は、来たな、クソ。一着やないか。682らしいぞ。
ガッツポーズしてるけど、ねえ。変わったら変わんわな、普通な。え、というか今、え、683つったっけ683つったっけちょっと待って。682? え、京都11です。682? ちょっと待って、俺外してんねんけど。ああ、8と2ってなんだよ。268って何それ。はい、今日ね、3000なくなりました。ありがとうございました。6番。11です、6番。あ、これはこれじゃない。ここ6番。これは当たってんじゃない。また残りはウィン5しかないです。もうウィン5しかない。ウィン5やけど、もう途中の結果も見てない。八軸。偉そうにほざいてる。ちょ。当たるけどやねん、そんなもん。確定 1.0 倍。12万円かけて、ハイリスクで元返しして。もうアホや、ほんまもんやな、こいつ。単勝 1.2 倍の副賞なんか買うなよな。そういったら何かと絡めてワイド買えよ、俺みたい。まだ外した方が夢があるわ。682。あ、でもモザースコットがけえへんかったのはちょっとあれやな。ガンチャーレ、ガンチャーレね。これでも単勝 23.6 倍、副賞で、でも 1.8 倍しかつけへんの。これは結構オズついたんじゃない？三連複。三連複、これ結構オズついたんじゃないの？あ、そうでもないな。あ、そうでもない。そうでも、三連複も弱いな。こんなクソ競馬、やるだけ無駄やん、こんなん。外れたよ。思いっきり外れたよ。リスク9.1。いや、リスク10、利益0でしょ、これ。利益ないでしょ。フローラル全額いく。あ、12レース買うっつってんの。いいよね。いいよね、お金ある人は。焼肉もおごらんと。俺におごる焼肉代で馬券買うって楽しそうやね。配信上で焼肉おごりますよ、言うたくせに。まあ、その分、銀猫におごってもらったからいいけどさ。銀猫におごってもらったから。ちょっと待って、俺のスマホね、ハッキングされてんのよ。どう思う？俺のスマホはハッキングされてんねんけど。ビットコインだけを受け入れるねんって、50時間で、2日で、俺のスマホハッキングされてんねんけど、ハッキングされてて、ビットコインで金払えって言われてんねんけど、ちょっとビットコインちょうだい。ビットキャッシュで振り込んで。ここの私の BTC ウォレット、ここに振り込めって書いてあるから、ちょっと誰か代わりに振り込んで。ちょっと俺のスマホがハッキングされてるんだけど。君たちの住所電話番号